なんか説明いるかな。一応チェックしたらギリギリ三原に間に合いそうなんですよね。この後のね工程考えたら、行けるならね三原まで行っちゃいたいですからね。あと三原やと駅前に、駅からちょっと歩いて10分ぐらいのところで、快活クラブもあるみたいなんで、無断乗り場こっち、ただ乗り換えはもうすぐ出ちゃうみたいなんで、よいしょ、どこ一番乗り場って聞いてきたけど、んどこなん。だいぶ先、あ、向こうなのね。あ、お、よし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 、あぶね、だいぶホームの形状が独特だったはずね。さすがにいっぱいだな。前の方ついてないかな、ついてないかな。着きました糸崎駅ね。でここから三原までね、もうお迎えに後まで着くか。これでこれで三原まで行けるみたいなんですけどね。ただこの列車面白いのが23時6分発であるからもうすぐ出るんですけど、広域始発らしいんですよね。実はこの列車一駅しか走らないですよね。不思議な設定ですよね。よし、まあ、せっかくなんで始発から終点までね、ノーカットでお届けしてみようじゃないかと。空いてますしね。よし、よいしょ。着いた。でこれは折り返して今度福山駅になるんだ。へえ、あ、そりゃひっくり返しもしませんもんね。
次の運用ですね。で福山まで行くんだよね。そう、途中ねいろいろ考えたんですけどね、三原でしょ、尾道でね、尾道ラーメンでも取っていこうかなとか、いろいろね、福山前に降りたこともあるんでね、あそこの駅前で食べようかなと思ったんですけど、もう時間も時間でね、で意外と尾道ラーメンが閉まるの早いみたいで、もうやってないよみたいな感じだったんで、しゃあない、しゃあないということで、でこっから先は糸崎福山とかあっちの方面にしか行かないのかな、もう広島方面行くやつはないのかな、プレゼンとかがあるけど、プレゼン早いんだな、21時33分でしょ、朝一は5時15分からのか、呉の方もあるっていうのもありですよね、まあ周遊券のね、まあ、こういうところ融通聞きますからね、五日市行きも22時23分やからもうないですね、そういうことか、案外早いですね。で一応ねワンチャン広島行く方法ありましたね、前に1回使ったこだま873号、会津で広島に行けるんで、そっか行きやんことはないのかと、行きやんことはないけど、前にそのあれ使ってね広島行った時にね、一つ分かってることがあって、案外駅前に満喫とかね、まあホテルはあるってあるんですけどね、あの時間から行って12時過ぎからまた6時にね、もうチェックアウトするんやったらね、もうホテルに入るにはね、ちょっと短すぎますからね。で、ね、まあ、それなりの値段だし、まあ、その広島はやっぱ八丁堀まで出ないとね、意外と、快活クラブとかあの辺りもないですからね。いやー、初めて来たな、三原駅。こんな感じなんや。どうでもあるけど、とりあえず一回出て、とりあえず満喫の方に向かってきます。とりあえずね、もうね、マット席があと1席って情報が出てたんで、残ってるかどうか怪しいんですけど。あ、すいません。はい。三原は初めてだ。ということなんで。なんでね、もうそれやったら広島行ってまた八丁堀まで行ってね、どうのこうのするんやったら、もう三原まで来とけば、呉線なり、それこそ朝一で、ちょっと頑張って、新幹線使ってでもいいですし、で多分こっちの方がね、その意外と駅から歩いて行ける距離にその満喫もあるみたいですし、で安いでしょ、1800円とかってなってたんで安い。やっぱねちょっと外れると相場が一気にガクッと安くなるんで、岡山の駅前4000円とかってなってたんで、半額以下ですからね、2000円差大きいよね。それだったら一駅特定区間の新幹線使ってもらうっていうチート技が使えますからね。でもここまで来ちゃってますからね。